左ツールバーでアップロードをクリック、ローカルデバイスをクリックして、ミロに挿入したい画像を選択して、開くをクリックすると、画像がアップロードされ、ボードに挿入されます。挿入された画像はダウンロードしたり、トリミングしたり、枠をつけたりできます。サイトの URL をコピーして、URL からアップロードをクリック、URL を貼り付けて OK をクリックすると、サイトの情報がカードとして挿入されます。カードをクリックしてソースをクリックすると、そのサイトを別タブで開きます。挿入した画像を右クリックまたはダブルタップして保存済みファイルに追加をクリックするとミロに保存できます。保存済みファイルをクリックすると保存したファイルをボードに挿入できます。あらかじめミロの Web クリッパーの拡張機能をインストールしておくと、サイトのスクリーンショットを撮影して、アップロードの Web クリッパーから撮影したスクリーンショットをボードに挿入できます。正直なところ、OS の機能でスクリーンショットを撮影して、コントロールまたはコマンドプラス V で貼り付けた方がスムーズです。しかし、エンタイアページでスクリーンショットを撮影すると、ページ全体を撮影できるので便利です。Adobe CC をクリックすると、Adobe CC に保存されたファイルを挿入できます。Google ドライブをクリックすると、Google ドライブ内に保存しているファイルを挿入できます。Google ドキュメントなどのファイルを挿入すると、ファイルが画像として挿入されます。挿入したオブジェクトをクリックして、ページを抽出をクリック、すべてにチェックを入れて抽出するをクリックすると、すべてのページを挿入できます。他にもドロップボックスから挿入したり、ボックスから挿入したり、ワンドライブから挿入したりできます。マイクロソフトオフィスのファイルも挿入して展開することができます。超絶簡単です。